EV が米中共倒れ、トヨタハイブリッド一人勝ちの裏で、習近平の経済粛清とアメリカの天中感情が加熱、EV 新時代の悲惨な末路、中国人オーナーを悩ませる使えない EV、 中国国内で電気自動車 EV を購入した16万人ものオーナーが修理難に陥っているという。中国メディアの放配新聞が伝えたところによると、修理難は新興 EV メーカーのベルトマイスターやエノベート、アイウェイズなどが生産停止に追い込まれたことで、部品や技術の供給がなくなってしまったことが原因だという。中国では供給過剰による新興 EV メーカーの倒産が相次いでおり、オーナーたちはその煽りを受けた形だ。 EV 購入者の2人に1人が買わなきゃよかったと後悔しているとも言われ、国内での EV 離れを加速させるのではないかと不安視されている。中国政府は自動車ローンの頭金比率の引き下げによる販売促進を検討しているが、専門家の間ではうまくいかないの見方が大勢を占める。3月15日付、ロイター。習近平の経済粛清で生贄となる中国製 EV。 EV の売上低迷に拍車をかけているのは言わずもがなだが、中国の内需低迷だ。その不況のゴンゲの不動産危機は悪化の一途をたどっている。恒大集団碧桂園に続き、不動産開発2位のバンカまで経営難に陥ってしまった。住宅ローンの延滞件数も急増しており、消費に対する一段の下押し圧力となっている。このため中国経済の需要ギャップがさらに進んでいる。中国政府が発表した1から2月の工業生産が前年比 7.0% 増と、昨年12月の 6.8% 増から加速した。一方、消費動向を表す小売売上高は前年比 5.5% 増と、昨年12月の 7.4% から減速した。高価で不便な EV を買おうという気前のいい人間はどんどん減っているわけだ。そのため、中国 EV 企業は不景気で物が売れなくなった国内に見切りをつけて海外進出が加速させつつある。しかし、そこには世界の中国 EV 包囲網が立ちはだかっている。世界で嫌われる中国製 EV。中国の EV の性能は世界屈指である。EV を土台とした自動車運転の開発競争が世界規模で熾烈さを増しているが、その先頭を走っているのはアメリカではなく中国である。米テスラモーターズのイーロン・マスク CEO も中国の自動車メーカーを最も競争力があると評したとされるが、かえってそれがアメリカの中国脅威論に拍車をかけているようだ。イーロン・マスクはこう発言したという。どのような関税、貿易障壁が設けられるかにもよるが、中国 EV は中国以外でも大きな成功を収めるだろう。貿易障壁がなければ世界の同業のほとんどを打ち負かすだろう。彼らは非常に優秀だ。台湾メディア中時新聞網、3月15日付、レコードチャイナ3月19日付を参照。中国の高性能 EV は車体のセンサーや機器によって情報収集されたビッグデータの賜物だ。しかし、そのことが自動運転車や EV によるコネクティッドカーへの安全保障上の警戒感を高めている。この傾向が特に強いのが米国だ。中国製 EV は国内もダメ、海外でもダメ、特にドル額市場のアメリカで最も苦境に陥っているようなのだ。アメリカではトヨタをはじめ日本製のハイブリッド車が売れているという。
しかも中国製の劣勢の要因はそれだけではない。アメリカは単に安全保障上や競争優位性から中国製 EV を排除しようとしているのではない。その背景の実態には恐ろしいほどに高まった天中感情がある。後編、中国 EV が窮地に立たされた本当の理由、アメリカで加速する中国嫌いとエスカレートするアジア排除運動、恐怖の実態では、その実態を明らかにし、米中分断の深刻な一面を詳しく解説していこう。トランプ、バイデン、どっちでもいい、すでに始まっている米中貿易戦争、習近平が目論む TikTok 禁止、制裁関税をすり抜ける秘密工作の中身、エスカレートする情報戦、それでもバイデン政権がここに来て攻勢を強める裏には、中国政府が TikTok を通じてフェイクニュースや分断を煽る動画を流し、大統領選へ介入することに強い危機感を抱いているためだ。その点について中国事情に詳しいインフィニティチーフエコノミストの田代秀俊氏が興味深い指摘をする。ロイター通信が14日、複数の米当局者の証言をもとに、トランプ氏が大統領だった2019年、米 CIA が中国の SNS などを通じて習近平政権に対するネガティブ情報を流すなどして、秘密裏に対中情報戦を展開していたと報じました。当然中国当局者もこの報道を確認しており、アメリカがやっているならと今後、対米情報戦において遠慮がなくなるだろうことは容易に想像がつきます。中国側の狙いはアメリカの分断を深め、国力の衰退を促し、自滅を待つこと。つまり、アメリカ側の懸念には相応の根拠があるということです。実は、TikTok 問題以上に大統領選の主要テーマになると見られているのが、対中関税をめぐる議論という。トランプ前大統領は中国からの輸入品に一律 60% の高関税を検討しているだけでなく、中国メーカーがメキシコで生産した自動車に対しても 100% の関税をかけると表明。対中強硬姿勢を日に日に強めている。トランプ氏がメキシコで作られる中国車を標的にしたのは、アメリカ人を雇用せずに税制優遇措置だけを狙っていると主張しているためです。バイデン大統領も米国の自動車労働者を守ると宣言し、中国製 EV 車に対する輸入規制を検討中と報じられています。大統領選で勝つには中国への強硬姿勢を打ち出さざるを得ず、対中関税が争点の一つに浮上するのは避けられない情勢です。前出記者。グローバルサウス。すでにトランプ政権時代17から21年に米政府は3700億ドル相当約55兆円の中国製品に最大 25% の関税を課しており、その大部分はバイデン政権になってからも維持。さらに関税が上がれば中国にとっては大打撃と思いきや、実は習近平政権は全く慌てていないと話すのは田代氏だ。米中貿易戦争が勃発したトランプ前政権時代に、すでに中国企業はグローバルサウスと呼ばれるインドやインドネシア、トルコ、タイ、フィリピン、ブラジル、メキシコなどに貿易の中継拠点を設け、それらの国々を介して米国入出する戦略にシフトしました。実際中国からグローバルサウスへの輸出は20年以降に急増しており、米国を除外する形で中国を起点とした巨大なサプライチェーン網が構築されつつあります。中国企業はメキシコやベトナムなどに現地工場を建設し、現地人を雇用。中国から輸入した部品や
素材を組み立て、加工し、自動車や家電製品、iPhone などを製造しているという。対中制裁関税によって起きたのは、中国がグローバルサウスの国々を自分たちの経済圏に組み込む動きを加速させたという、米国にとっては皮肉な結果です。今月に入って、米ニューヨークタイムズ紙が直接間接を含めた中国からの輸出が急増していて、貿易摩擦を起こす勢いだと報じましたが、米国内でも制裁関税の実効性に疑問の声が上がり始めています。田代氏、恫喝と馬鹿し合いを駆使したチキンレースの軍配はどちらに上がるか、習近平政権が全く慌てていないと話すのは田代氏だ。米中貿易戦争が勃発したトランプ前政権時代に、すでに中国企業はグローバルサウスと呼ばれるインドやインドネシア、トルコ、タイ、フィリピン、ブラジル、メキシコなどに貿易の中継拠点を設け、それらの国々を介して米国に輸出する戦略にシフトしました。実際中国からグローバルサウスへの輸出は20年以降に急増しており、米国を除外する形で中国を起点とした巨大なサプライチェーン網が構築されつつあります。中国企業はメキシコやベトナムなどに現地工場を建設し、現地人を雇用。中国から輸入した部品や素材を組み立て、加工し、自動車や家電製品、iPhone などを製造しているという。対中制裁関税によって起きたのが、中国がグローバルサウスの国々を自分たちの経済圏に組み込む動きを加速させたという、米国にとっては皮肉な結果です。今月に入って、米ニューヨークタイムズ紙が直接間接を含めた中国からの輸出が急増していて、貿易摩擦を起こす勢いだと報じましたが、米国内でも制裁関税の実効性に疑問の声が上がり始めています。田代氏、恫喝と馬鹿し合いを駆使したチキンレースの軍配はどちらに上がるか。